国鉄8700系蒸気機関車。8700型は日本国有鉄道国鉄の前身である鉄道員が輸入した幹線旅客列車経営用のテンダー式蒸気機関車である。1911年にイギリスのノースブリティッシュロコモティブ車クイーンズパーク工場で機関車本体のみ12両。 製造番号19564から19575が製造された。ドイツのベルリーナ製8800系、ボルジヒ社製8850系、アメリカのアメリカンロコモティブ社製8900型と同様の経過で発注が行われたものである。本形式は他形式のように加熱式ではなく従来通りの飽和式で製造された。 この仕様変更を見積もり提示時に知らされた外遊中の島康次郎は契約中止を指示したが、日英同盟の下でのイギリス大使を通じた外交圧力により、当初予定通り発注されることとなった。機関車は1911年、明治44年に来着し、8700系、8700から8711と不満された。 輸入されたサンプル機4形式の中にあって唯一の飽和式ボイラー搭載であった本形式はそれゆえに輸入直後に実施された他の3形式との比較試験の際にはおしなべて低い性能を記録し逆説的に加熱式機関車の優位性が立証されることとなったただしその一方で本形式の輸入機グループは各部の工作精度と動作の信頼性の面では 最優秀と評価され、明治天皇の体操列車や大正天皇のお召し列車を牽引している。輸入機が来着した翌年に当たる1912年、明治45年、これを模倣して国内メーカーで同景機を製作することになり、記者製造に18両が発注された。そもそも各メーカーに提示された当初の要求仕様の段階で、 加熱式機関車であることが明示されていたにもかかわらず、また前述の通り加熱式ボイラーを搭載する他の3形式との比較みにおいて、飽和式ボイラーの限界が明確に示されていたにもかかわらず、本形式のデッドコピー機が記者製造へ発注された背景には、同様にドイツから輸入された8850系のデッドコピー12両を受注した川崎造船所が、 上気加熱器の特許使用権を購入していたのに対し、記者製造では、その購入を躊躇していたため、川崎造船所だけに大量の発注をするわけにいかず、機関車発注実績の均衡化のためにやむを得ず、飽和式機関車の発注に踏み切ったものとみられている。両数の差は、加熱式機関車と飽和式機関車の単価差や、性能差などと推測される。発注にあたっては、 加熱機関車との比較のためとの理由が付けられたが、これは後付けのものであった。これら日本製デッドコピー機18両、製造番号99から116は1913年、大正2年5月から11月にかけて落成し、輸入機に続いて8712から8729に不満された。これにより、本形式は30両が揃うこととなった。 二間動式の強化室ストレートボイラーを、板台枠上に搭載する、典型的な英国植民地系機関車の一つである。車軸配置は、当初使用書に示された通りの4から6から0系で、あったが、ノースブリティッシュ社が、特許使用券を購入するコストを嫌ったのか、本形式は従来通りの飽和式で製造された。シリンダ直径は、使用書より小さい4 4 5ト、mm、ルであったが、 これは、飽和蒸気を使用するため、これ以上シリンダ直径を大きくすることは、かえって不利であったためである。また、シリンダー内径などの工作仕上げ制度では、他の三形式を上回る、高精度を実現していた。しかし、この使用は大きな力を必要とする発信時や、勾配線区での使用には不利となった。軸挙は、使用書と比べて、第二0輪と第一動輪の間で1フィート、 1> 第1、第2動輪管で6音短縮している。外観では、煙室は延長され、鋳物の煙突をシリンダ中心線上に備えた。蒸気ドームは第二環道上に取り付け、安全弁は過失上にポップ式が取り付けられている。歩み板は、全端張りから、おつわざ型を描いて、シリンダー上部に至り、そこからは一直線に運転台まで達して、運転台中央部から、 再びおつあざ型を描いて、淡水車、大枠上面に達している。運転台の窓は大きく、鎧戸が備えられていた。淡水車は、国産で、アーチバー式の二軸ボギー台車を履いた四軸の3256ガロン型が、高取工場で申請された。翌年国産された18両。 八千七百十二から八千七百二十九については東北本線で使用するため、淡水車は三軸固定式の二千六百七十二ガロン型となり全長が短縮された。これは四輪ボギー式では東北線北部の五十フィート型転車台に乗らなかったためである。この淡水車は本来六千七百軽容に製造されたものであったため、同形式の一部は 本形式用の3256ガロン型を付けていた。前述のように本形式は同時に輸入された形式群と性能の差が大きかったため、1921年、大正11年から1924年、大正13年にかけて国産機を含む全車が浜松工場で加熱式に改造され、主な改造内容は、などであり、 この改造に伴い炭水消費量について、共に1割から2割程度の節減が実現するなど、性能が大きく向上した。外観上は18,900系用と類似形状の煙突が前方に突き出して設置され、煙室側面下部に蒸気管を胃が取り付けられ、シリンダ上部の歩み板が若干高くなり、第二千輪上部で段差が付けられたのが目立つ。 以降は、加熱式改造後の所言を示す。来着した12両のうち、8700から8 7 0には、東部鉄道管理局に配属され、東北本線で、8703から8711は、中部鉄道管理局に配属され、東海道本線で使用された。中部分のうち8711は1912年11月に、東部へ転属し、 東北線4両、東海道線8両となったが、1913年5月の気候改革により、東海道線浜松伊藤が東京鉄道管理局、伊勢が神戸鉄道管理局の管轄となり、当時名古屋に配置されていた8708、8709以外の全車が東京鉄道管理局の配属となった。名古屋の2両も同年10月に、 東京鉄道管理局へ転属となったため、この時点で国産機を含めた30両すべてが東京鉄道管理局の配属となっており、1914年11月の大正天皇の御大礼の折には、8703、8705、8707、8710がおし列車を牽引している。1915年、大正4年6月の機構改革により、 再び管理局会は急に復したが、この時点で、中部鉄道管理局には8703から8707.8710の6両、東部鉄道管理局には残りの24両が所属していた。この頃、8700から8702、8711が仙台に配置されているのが実験されている。その後、 東京鉄道管理局には8703の8705の3両が東海道線、8700から8702、8708、8709、8711から8717、8723から8729の19両が東北線で、名古屋鉄道管理局には千七百六万七百七八千七百十の三両、 仙台鉄道管理局には8718の8722の5両の配属となっていた。東京鉄道管理局では主に宇都宮浦南、名古屋鉄道管理局では浜松周辺の比較的平坦な区間で使用されていた。東京鉄道管理局では横須賀線でも使用するようになり、8704はお召し列車用として整備され、歩み板に手すりを取り付けていた。 前日のように1921年から1924年にかけて全車が加熱式に改造されたが、鉄道局、1918年、鉄道管理局を解消別の配属数は1930年、昭和5年まで変わらず、東京鉄道局のものは、常磐線、成田線、両毛線、水戸線にも入るようになっており、1931年、 昭和6年3月末時点で、平に15両、小山に4両、気流に3両であった。名古屋鉄道局の3両は、仙台鉄道局に転用され、8両が秋田の配属となっている。1934年、昭和9年、水軍戦の全通に伴い、8700から8702、8704、8708、8712、 8714、8717、8723、8725、8726、8728、8729 87の13両が、日立用語の配置となり、残りの9両は平らで入れ替え専用となった。仙台鉄道局の8両は、札幌鉄道局に移って、8706、8707、 8710、8718 87の4両が、帯広の配置となり四ほ路線、広尾線で、8719から8722の4両は、くっちゃんの配置となり岩内線、京極線で、混合列車の牽引に使用されている。1940年、昭和15年には、水軍線にも8620型が入るようになり、 8703から8705、8708、8709、8713から8717、8723、8729の12両が札幌鉄道局に転用され、以前からの8両と共に、旭川、滝川、室蘭、和紙別で入れ替え専用となった。1947年時点では、8707、 8709、8713、8715、8717 87から8720、8723の9両が和紙別、8704、8705、8708、8714の4両が、旭川、8703、8706、8710、8716、 8721、8722、8729 87の7両が、滝川、8700の8702、8711、8712、8724から8728の10両は与えられ、いずれも入れ替え専用であった。廃車は1948年、昭和23年から始まり、1951年、 昭和26年の8711、8728を最後に終了した。本形式の払い下げについては、次節の通りである。1950年、昭和25年1月に廃車された8721と8722が、1952年、昭和27年と1953年、昭和28年に、 それぞれオス別対抗鉄道と北海道、拓殖鉄道に払い下げられている。8722は1957年、昭和32年にオス別対抗鉄道に再上とされ、除、煙板を追加するなどの改造を行って使用された。8722は1966年、昭和41年に、8721は1970年、 昭和45年に廃車となった8722は、釧路市内の株式会社釧路製作所本社工場に加熱式へ改造直後の姿に復元の上、現存唯一の8700系、天宝イラー機として生体保存されている。8722を除き、それ以外は用途廃止後、すべて解体廃棄された。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。